ャンネルスタート。 G2 アイルランド府中牝馬ステークスをかける。もう分かりません。負けすぎて分かりません。ニヤニヤしないでって。はい、そんな中、パドックを見た結果、全く自信がないんですが、いいなと思ったじゃんか。3番ルージュスティリア5番人気、2番エリカビータ12番人気、6番プレサージュリフト1番人気、12番伊豆城の奇跡9番人気ということで、この4頭で勝っております。3番のルージュスティリアに1000円と3と6からの2と12ワイド各500円でトータル3000円です。え、3と6のワイド、うん、3と6から2と12。ああそういうことね、うん、3が一応5番人気で 7.5 倍なんですよ、オッズが。で6が、1番人気で 4.7 倍で、この2頭が良かったんで、それにちょっとオッズが高い人気がない馬を絡めました。2頭じゃあ36が来たらダメってこと？36来たらダメなんですけど、36のワイドはもうそんなにつかなかったんですよ。1桁台だったんで。でちなみにこれだと一番低いオッズでも 19.1 倍、うん、一番高いと 98.3 倍なんですよ。マジついてるんで結構穴っすね。そう、2番のエリカさん と、3番のルージュスティリアが来たら 98.3 倍なんですよ、うんうんうん、なんでこれで500円来てくれたら、私は3、2の順でいいと思ったんで、これが来てくれたら一番嬉しいですけどね、うん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 、はい、そんな感じで。私はですね、牝馬ということで、府中の牝馬、東京の女のステークスですよ。エリザベス女王杯の前哨戦ですね。アイルランド、はい、アイルランドじゃん。アイルランド東京の女ステークスってこれ意味がわからないね。全然アイルランドと府中関係ないじゃんね。アイルランド東京の女ステークスっていうことで、はいはい、私はもうこれです。これですの意味が分かる。1、4、5、7、11各300円3連服ボックス、うんうんうん、当たりましたね。これは当たりましたか。はい、あなた渋いですね。1番人気も外して3番人気も外して、まあねって感じですね。1番目の女、4番目の女、5番目の女、7番目の女、11番目の女が良かったってことですね。全部で13頭ですからね、そんな多くないですよ、うん、まああれですね、見事に被ってないですね。そうね、当たる確率多いんじゃないですか。4頭選んでこれで残りの4頭が来たら本当に競馬やめた方がいいと思う。一回あったよね、そういうこと。あったあったあった。その再びになりそうで怖いんですけど、ね、じゃあ見てみますか。はい、1800m 芝ですね。緊張する。じゃあいきますよ。はい、スタート。大丈夫かな。3いっとるね。まあでも地方じゃないから分かんないよ。 あんまりね、頭に行きすぎるとね、どうなるか分かんないですかね。 7?7 あなたの選んだ馬がいてますよ。71と7139と言っておりますけれども、2がいいところにいて、12もまあいいところにはいるのかな。まあまだ全然わかんないね。わかんないよ。10だけちょっと離れとるね、若干。とはいえじゃない、とはいえだね。この画面内には映ってないけど、7えらい逃げてない。7、これでもこれ逃げ切るんじゃない、もしかして。それはないでしょ。こんだけ逃げてたら逃げ切るんじゃない。わかんないよ。10が7逃げとるね。7何番人気だっけ、うん、あ、2番人気。お、1分、うん、もう普通、普通のペースですね。前にも後ろにもチャンスある、うんうん、あ、でもやっぱ迫ってくるね、こうなってくるとね。いや、3がいいところにいるのがちょっと安心材料ですけど、私は。でもこっから抜いていくんだよな、1列で並んで。何が上がってきてる。400m、 これちょっと7逃げるんじゃない、このまま。本当、うん、逃げそうじゃない。いや、9が来た。うわ、9が来た。やっぱり9はかけてないて。わあ、ダメだ、3が上がらんねえ。うわ、9か。5? 5?
758。758。うわ。あ、惜しい。惜しかった。あ、ライラックだよ。八。本当だ。うん。でかいんじゃない？荒れたんじゃない？あれでかいかも。10番人気だし。とりあえず外したよ俺ら。外したね。外したね。2番人気、5番人気、7、5。あ、7最終的に1番人気になったんだ。ね。で、4番人気。うわ。私がいた3は7着。7、5。あら、2なんて後ろから3番目だわ。あー、美味しいね。美味しいね。3連服13,150円。うわー、美味しいな。3連単58,000円。これ買った人はもう明日の週刊賞ウキウキでかけれるやんか。ライラックか。ライラックか。私の方が近かったですね。近かったですね。ライラックはさすがに入れてなかったですね。7、5、4、1はダメか。1もダメだったね。4なんて競争中止しとるじゃん。本当だ。あ、そう。あ、そう。あ、そうですか。はい。やば。ちょっと待って。あ、そっか。何よ、3、6、2、12って。かすってもねえじゃん。6が一番頑張ってんじゃん、5着。ねえ。なんかね、私思ったことが一個あって。言っていいですか、ええ、自分のパドックの見方の問題なんですけど、ええ、7ね、体重ね428しかなかったの、うん、で軽いなと思って、私軽い馬あんま選ばないからさ、うん、あので今3頭とも見たら3頭ともわりかし軽かったの体重が、うん、ってことが今言いたかった。もうそんなよりも、うん、明日の週刊賞に切り替えましょう。早いって早いって。どこに行くんですか。週刊賞？週刊賞リバティアイランドでしょう。どうするんですか、チャンネル的に。もう消滅ですか、チャンネル。最近競馬ばっかやってて歌ってくださいって来てましたよ、コメント。嬉しいコメントですよね、あれね。うん、競馬も当たんねえし。うん、てかちょっと競馬私外しすぎてマジでやばいな。取れ、金はなくなる、取れ高はない、テンションも下がるって何もいいことないよね。じゃあリバティアイランドに行くんですか。リバティアイランドに行って、まあ悩む、どうする、リバティに行くか、そのもう弱気になってんじゃん、どうするって。いや違う、2着さ、もうリバティだってさ、もうオッズ 1. 何倍じゃん、うん、いやでも勝ち運欲しいな、そろそろ、うんうん、リバティ単勝1万とかにする。あ、でも 1.1 倍だったら1万1000円でしょ。馬単にしようよ、1.3 倍だったら1万3000円でしょ、うん、かリバティを頭に置いていいなと思う、まあ2人で何頭ずつか、ちょ、総力戦にしようよ。いつも総力戦でやってますけど。いやでもバラバラでかけてるじゃん、だから一緒にかけようよ。いいと思う馬を何頭ずつかピックアップして、馬単にするか三連単にするか、はい、私はもうなんとなく決まってますけど、ね、なんでリバティ2着マジ、マスクとディーバ1着。リバティ2着に置こうとしてるの、うん、それは気が合わないかもしれない、もしかしたら。モリアーナとマスクとディーバーの勢い、いいよね、いいよね、確かに。この間モリアーナ信じれなかったからな、私、うん、しかもあれですね、やっぱ G1 なだけあっても知ってる馬じゃないですか、ほとんど名前が、うん、要相談。はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。